還元美容、レプロナイザー、7D プラス、27D プラス、美髪になれる違い、酸化は老化、オイルはオイル。前回の動画はご覧いただきましたでしょうか。お店ではね、レプロナイザー 27D プラスが入荷してから、毎日毎日お客様誰かが1台以上は購入していただいているような人気ぶりです。ありがとうございました。オイルもね、コーティング剤も使用しない、完全ノンシリコーンで、体験体感していただくと、もう価格じゃなくて、まあ価値とか、その先にある髪の毛が毎日毎日褒められるとか、まあ清潔に見えるとか、とにかく整っていくっていうような、そんな素敵な生活が想像できます。芝会。さて、レプロナイザー 27D プラスの購入を検討しているお客様の中で知りたいであろう、7D プラスと 27D プラスの違いの部分を、芝居を見ながら髪質肌質改善チャンネル的に実験してみましたので、どうぞね、チャンネル登録と評価の方もよろしくお願いします。芝会。もう一つは、特に髪の毛が長いとか、量が多いとかっていうお客様が知りたい部分の、髪の毛が乾く速さを、7D プラスと 27D プラスを使って、同じお客様で、同じ条件でブローして、時間を測っていきます。この実験結果は、実は私が思っていた予想通りでした。画面ね、左側が 27D プラスで、右側が 7D プラスです。今見てもらってるこれは、実際の動画のスピードの8倍速なんですが、その編集前の髪の毛をブローし始めてから乾くまでの時間を見てほしくて、今ですね、見ていただいているのが iMovie 上の編集画面なんですが、上が 27D プラスでブローした時で 11.2 分で、下が 7D プラスでブローした時で 11.7 分と5秒ほどしか違いがありませんでした。これ髪の毛を乾かしている私たちの感覚で、髪の毛の根元が乾くまでの速さは 27D プラスの方が圧倒的に速いって感じるんですが、髪の毛の毛先が乾くまでは今までより若干遅く感じますし、動画でねよく確認してみたら、ブラシを使うタイミングが 7D プラスより 27D プラスの方が30秒ほど早いってことが分かりました。ですので実際にもね、根元から中間部分は早く髪の毛が乾くようです。 7D プラスも 27D プラスもブローが終了するまでに約5秒ほどしか違いがなかったっていうことで、まあこの辺はねもうほぼ誤差ですよね。乾くっていうよりは潤っていく、まあ綺麗になっていくってために時間がかかっているっていうような感覚です。この綺麗になれるプログラムに時間がかかるっていうのがどういうことなのかっていうことを少しねこの後説明していきますので、ぜひチャンネル登録と評価の方もどうぞよろしくお願いします。芝会。今画面に流れてるこれがバイオプログラミングでいう美の方程式とそれをグラフにしたものなんですが、これをよーく見てほしいんですが、あまりにもね進化しすぎて縦だと画面に収まりきれないので、ちょっとね横にして見づらいかと思いますが、綺麗になる数値が大きくなることに対して時間が増えているのがわかりますか。今回のレプロナイザー 27D プラスが発売される以前までのモデルの 2D とか 3D とか 4D とか 7D プラスとかは、綺麗になれる力が上がって密度が増えていくことに対して最大値までの時間が同じだったのですが、レプロナイザー 27D プラスだけ若干時間がかかるようになって見えますよね。多分この部分が今回の大きな変化というか、まあ進化したところで、時間をかけていくと綺麗になれるっていう、通常大半のお客様が日常的に体験している酸化と逆の還元ができているってことなんですね。まあもちろん還元といっても、子供から大人になる成長過程は置いといて、普通は時間が経てば経つほど老化していきますよね。芝会。つまり、大人になって髪の毛が老化していくってことが、通常の酸化、イコール、まあ老化作用です。年齢による髪の毛の痛みとか、エイジング毛とか、大人のヘアケアとか、年齢による髪の毛の癖がどうのこうのって言って宣伝しているような、まあ化粧品にしてもヘアケアにしても、商品、商材がたくさんあると思いますが、まあ、これらはすべてね、酸化、イコール、老化している髪の毛やお肌に対しての対症療法だっていうことがわかりますよね。その場限りの対処でしかなくて、根治治療的な方法ではないわけなんですね。芝会。では、その根治治療的な還元をされるってことが、どれだけすごいことなのか、わかりますか？時間をかけていくと、髪の毛もお肌も若返るってことなので、通常私たちは毎日毎日酸素を吸ったり吐いたりしているだけで酸化、つまりね、老化をしていくわけですね。このことと逆のことができているってことなんですよ。若返るってことなんですね。つまり、老化していくってことと逆のことができているってことなんですね。若返るわけですよ。すごいですよね。芝会。もちろん還元されるためには、今までの対処療法的な美容法を改めることになりますので、一般的なコーティング剤のトリートメントや、エイジングケアに使用しているような化粧品全般を、今一度ね、疑ってみてください。洗い流さないトリートメントのほとんどが、まあ、その場しのぎの対処療法的な代表だと思ってください。もうヘアケアだけではありませんよ。年齢化粧品的なもののほとんどが、その場しのぎのことが多いです。毎日毎日使っていてもね、年取って見えてしまいますよね。若返ってますでしょうか？若返ってませんよね。オイルは、オイルですよ。芝会。
ローランドっていう元ホストの方知ってます？ローランドと同じことで、レプロナイザーか、まあそれ以外かってことです。歴代どのモデルでもレプロナイザーを購入したお客様は、ドライヤーっていう選択肢はありません。レプロナイザーの前身の初代ヘアビューザーのお客様でさえ、次に買い替えるなら、レプロナイザー一択なんです。他のドライヤーに興味なんて一切ありませんし、比較対象にさえならないってことを理解しています。そのね、どのドライヤーにもできない若返る作用を、時間をかけて綺麗を作ることができる時代なんですね。そんな未来の美容機器を10万ちょっとで購入できるなんて、まあ夢のようなことが現実にあるってことなんですね。まあいつまでもね、昭和から続く美容方法を続けていると、まあ同じようにね、お金をかけていても毎日毎日老化していってしまいますよね。まあいいんでしょうか。レプロナイザーをきちんと知って、昭和から続く堂々巡りの美容方法から脱出して、毎日毎日綺麗になれるビームを浴びる生活を始めることを提案しておきます。しばかい。セブンディープラスを使い出したお客様の中で、レプロナイザーの動画を検索することが多くなって、まあ、本来のね、効果を感じてもらうために、この芝犬を見ながら、髪サーカス改善チャンネルの、YouTube を通じて、髪と地肌のクレンジングを知っていただく機会を与えてもらったと思ってますので、もうレプロナイザーにはね、大変感謝しております。ありがとうございました。まあ、知らないことを知るっていうことは、ある意味ね、勇気かもしれません。まあ、ドライヤーを使うことで髪の毛が痛むってことって、まあ、多分ね、大勢のお客様が知ってるかと思いますが、よく考えてほしいと思います。もうレプロナイザーを知ることで、一般的なね、お客様である皆様が知っているような今までの美容方法がどんどん退化していく美容法だっていうことを知ってしまうことになります。風の時代とかね、鳳凰の時代とか、流れはね、大きく変わっていきます。今までの美容の常識とか、ヘアケアの常識とか、スキンケアの常識とか、それらが崩れていき、美容室や化粧品メーカーのエンドユーザーであるお客様がいかに浪費させられるような買い物をさせられていたかっていうことに気づくことができるアイテムがレプロナイザーです。今までの美容の常識のオイルやね、コーティング剤のトリートメントを使用することで、髪の毛にダメージを与える可能性がありますよって。お客様は毎日毎日のヘアケア、スキンケアの商品を変えれば良いだけです。そんなにね、難しいことではございません。しばかい。では、この進化に対して一番困ってしまうのはどこかというと、美容室です。約2年前にもお伝えしてました。4D、7D、27D プラス。お店でレプロナイザー使わないからお客様に影響ないと思ってますでしょうか？お客様はね、綺麗になりたくて美容室に来店してくれるんではないんでしょうか？まあ、考え方はね、それぞれかと思いますが、4D、7D あたりまでは使用していて、27D プラスを使わないって選択した美容室は、今後ね、傷が深くなるばかりです。長く通っていただいているお客様は、一緒に年を取っていきます。お客様は今まで以上に綺麗になりたいはずですよね。しばかい。夢エリーナ以外の美容商材を販売しているメーカーに、過去にはない美容業界では最強最大のレプロナイザー 27D プラスという矢が放たれているのを知っているのでしょうか。今後もまだまだ矛盾したままのオイルをつけてコーティング剤をつけることで、必ずね、髪の毛の毛先が傷んでしまうような美容方法を続けていくのでしょうか。大手美容メーカー様は今まで通りオイルとコーティング剤をトリートメントとして美容室に販売していくことで、レプロナイザー 27D プラスを使用していない美容室からレプロナイザー 27D プラスを購入してくれるような美容にね、意識が高いお客様が離れていってしまうはずですし、最低限ね、オイルもコーティング剤も使用しない還元美容の道を貫く私たちが支持されていく時代なんじゃないかなと思います。しばかい。おかげさまでね、RHD ウェブショップは全国あちこちからご注文いただいております。もちろん体験体感をお近くの美容室でしたいってお客様もいらっしゃいます。わざわざね、リズムヘッドデザインまで遠方から飛行機でご来店いただいていることもあります。先日はね、奈良から、今日はね、相模原の方から、今月末は、なんとね、ドバイでユズハ美容セラムを使用していただいているお客様がご来店いただく予定でございます。ありがとうございます。前回のね、動画でも呼びかけたら、もうすでにね、一緒にやりたいって、一緒に勉強したいって言ってくれた方もすでにいらっしゃいます。同業者の皆様で歓迎美容をしてみたいって美容室の方、私たちと毎日毎日お客様に喜んでもらえて感謝していただける美容を提供する側に回りませんか？特にね、前回の動画でお伝えした都道府県の皆様、北海道を含む東北6県の美容室の皆様、ディーラーがね、営業に回れてないので知られてないかと思いますが、東北方面からもね、注文ありますので、チャンスだと思ってください。歓迎美容を一緒に提供しましょう。ぜひご連絡くださいませ。まずね、各県内に1店舗ぐらいかなと思います。もちろんね、生半可な姿勢な場合はお断りします。お客様にね、喜んでもらえる歓迎美容を通じて、まあ、美容道を突き進みましょう。ご連絡を待ちしております。しばかい。
レプロナイザーに関係するユミエリーナの化粧品やヘアケアもありますが、私どもとしましても、レプロナイザーに負けないね、還元美容の化粧品やヘアケアのアイテムもございますので、画面下の概要欄にある RHD ウェブショップから、今回使用してた、髪と地肌のクレンジング、ボルケアでケミオキヨメ、IF スキンクリア、アクアバランサー MC などの還元美容商品を購入できますのでね、ぜひぜひご利用くださいませ。また本当ね、ここ数日の間に、全国からあちこちね、遠方よりクレンジングなどをして、レプロナイザー 27D プラスの体験体感にご来店いただきましてありがとうございました。先ほども言ったね、奈良からのお客様に、あの夢の国のディズニーランドより帰ってからでも楽しみが継続するって言っていただきました。私どもがね、提供している還元美容も、まあアトラクション的なことで、今までの美容室では体験体感してない部分を提供していることで、そんなディズニーランドと比較するようなお話をいただきました。美容を提供していて本当に良かったって思える瞬間です。もうスタッフも喜んでます。ありがとうございました。またこの後にもね、私たちが知る限りのプロナイザー 27D プラスの本来の効果を体験体感していただけるような動画を提供したいと思います。お店でね、使用している髪と地肌のクレンジングなど、レプロナイザーの本来の性能を感じてもらえるような還元美容商品は、画面下のね、概要欄に RHD ウェブショップのリンクがございますので、ぜひご利用くださいませ。今回も柴犬を見ながら髪と肌改善チャンネルを最後までご視聴いただきありがとうございました。バカイ。